6月15日は、グレゴリオ歴で年始から166日目にあたり、年末まで、あと199日ある、マグナカルタ制定。画像は署名する、ジョン王。法の支配の土台となった、コスボの戦い、ジョージ・ワシントン、大陸軍総司令官に任命アメリカ合衆国の、アーリントン国立墓地開園明治三陸地震。大津波が発生し死者は2万人を超えた。 オールコックとブラウン、世界初の大西洋横断飛行を達成グレート、スモーキー山脈国立公園発足第二次、世界大戦、サイパンの戦い始まるエドワードクロ大使誕生。百年戦争前期の優秀な軍人であった画家、ニコラ・プッサン誕生。画像は、自画像配壊士、小林一佐。作曲家、フランツ・ダンツイ。重奏曲作品67からに、 補聴長より第一学賞を聞く、作曲家エドバルド・グリーグ。ピアノ競争曲と、単調作品16より第一学賞を聞く、大日本帝国海軍の軍人、長野治みアイデンティティの概念を確立した、発達心理学者、エリク・エイチ・エリクソン中国共産党中央委員会、総書記、習近平・ミナモト、藤原康平に襲われ自害。画像は、 源の義経が祀られている白旗神社ワット、タイラーの乱の指導者ワット・タイラー、ロンドン市長に残殺される、オーロラの研究者、クリスチャン・ビルケランド、東京のホテルで睡眠薬を過剰摂取し、没イツ表現派の画家エルンストルートビヒキルヒナー、拳銃で自殺。画像は、兵士としての自画像、ジャズ歌手、エラ・フィッツ・ジェラルド・オームとインコの日々へ発表で、ありがとうございます。